ラサ商事株式会社は、東京都中央区日本橋に本社を置く、鉱産物、産業機械、環境プラントなどを専門とする日本の商社である。東京証券取引所、第一部上場企業。鉱物や非鉄金属をはじめとして、建設機械や産業用高機能ポンプ、主要製鉄所における航路の付帯設備も主力商品として扱っている。鉱物である、 ジルコンサンドはオーストラリアアイルカ社と総代理店契約をしており、取扱量は国内シェア50%を超え、主位である。また、オーストラリアやスイスと海外から輸入している産業用高機能ポンプの取扱いも同様にして高く、日地市場におけるトップシェアを構築している。社名は母体が 沖縄県に属する沖野大東島で林鉱石を採掘した科学メーカーラサ工業であったことに由来する。1939年にラサ工業の営業部門を分離独立して設立。その後一時は太平洋金属の関連会社となったものの、現在はどちらの企業からも独立した独立系専門商社である。最近では、 M&A も重要な経営戦略の一つと位置づけ、既存事業とのシナジーを見出せる企業の買収により、成長と強固な収益の基盤づくりを加速させることを視野に入れている。ありがとうございます。